ジャスティン・ビーバー。あ、クラブ、クラブじゃない？クラブ、クラブじゃない？絶対クラブです。クラブのイメージ。クラブじゃない？クラブです。パソコンのキーボード。あの、銃を持ちなので、あまり銃に抵抗がないんですよね。で、その辺がよく銃弾の音しますからね。頻繁に。Hey guys, it's your flashy fashion reporter, Kathy Cat. Today we're gonna go and ask Japanese people what are their weird stereotypes and ideas about America. Let's find out and ask Japanese! みんなのアメリカのイメージ。イメージ。イメージ。自分の勝手なイメージかもしれないけど、イメージは何でしょう？自由。自由。タトゥー OK な緩い感じというか。羨ましいんですか？羨ましいですね。ハンバーガー。え、高校の学生たちがめっちゃ陽キャで、なんか楽しんでるみたいなイメージ。わかる。わかるわ。え、でもアメリカって考えると、なんか LA とか、そういう系の、なんか街？自由な人がいっぱいいるとか。そうそうそう。ハンバーガー。うん。ブロードウェイ。おー。自由なところ。どういった自由がいいですか？なんかフリーダムなところ。なんか、みんなフリーダムなところ。フリーダムのところ？みんなフリーダム！私、お芝居好きで、だからミュージカルとかを本番に見に行きたいイメージ、やっぱり。うん。そういう。一番好きなアメリカンのミュージカルは？あの、ビートルジュースっていう作品とかもすごい好きで、見たいなって思いました。アメリカのなんか好きなショーとか、テレビ番組とか、ドラマとか、映画とか、なんかありますか？空港の税関でなんか、チェックするやつみたいな。自由の国といえば、どの国を考えますか？自由の国？うん。アメリカ。ハンバーガー。がっつりでかいやつ。はい。大きい。いいですね。美味しい。そうなん。最初の質問で思ったのは、やっぱ自由の女神で。日本は、すごい堅苦しいけど、アメリカは、のびのびとした雰囲気があるなって感じます。個性を大事にするなって思う。伸び、人間って伸びするじゃないですか。だってなんかそんな感じの大胆な体で表現するとイメージがあってすごい憧れますね。アメリカのイメージはね、なんかあのコミュニケーション能力が高い。あそう、なんかみんな話しかけてくれるもん。ピクチャー OK、 フォト OK って写真いつも撮ってくれる。だから嬉しい、楽しい。ああ、いいね。恥ずかしからない。そう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 。日本の人はみんななんか見て見ぬふりする感じだけど、ちゃんとアメリカの人リアクションが、おお、ナイスみたいな、そんな感じで、リアクションがいいですね。嬉しいね。アメリカのなんか好きな、それでちょっとイメージ受けたとか、とかなんかありますか？ジャスティン・ビーバー。カナダでした。ああ、そうなんだ。アメリカのイメージある、めっちゃ。そうなんだ。アメリカじゃない？アメリカのイメージある。カナダなの？じゃあアメリカの休日何をしそうですか、皆さんは。何しそう。めっちゃその辺近所で集まって飲み会してそう。飲み会してそう。日本あるあるですか？絶対ないですね。ないどんな飲み会のイメージですか？もう潰れるまで飲むぜみたいな。ビール片手にウェイみたいな。カタカタばっかり。なんか参加しますか、もし誘ってもらったら。いや、多分潰される勢いで死にます。逃げます、全力で。絶対逃げる。なんか映画見て、なんかお庭とかで映画見てポップコーン用意してみたいな。あー、最高かもしれない。それ絵になる。そう、絵になる。何でも絵になる感じがあります。プール、バーベキューとか。お家広いよね。お家広そう。絶対お家広いわ。あ、バーベキュー。おお、いいね。バーベキューしてそう。ドライブして、遠出するイメージかも。家族で、なんかパーティーしたり、食卓囲んで、ワイワイ。なんか家族との時間を大切にしそうなイメージがあります。逆に、家族を大事にしてるって言ってたので、日本の家族とアメリカの家族比べてみると、こういったところが違うかもしれません。日本は仕事に追われて、あ、帰る時間が遅くなって、家族の時間が作れない。っていうことがあると思うんですけど、アメリカはなんかその家族との生活を大切にしてほしいみたいな感じの習慣があるなと思うので、なんか違うなって感じます。アメリカと日本の違いは何だと思いますか、イメージだけで。イメージだったらマジ1年でなんか体型とか変わってるイメージある。太ったり痩せたりみたいな。でもファストフードとかめっちゃ食べてるイメージかもしれない。あとは、もう愛が強いみたいな。なんかファミリー愛みたいな感じ。
が強いイメージ。ラブラブお父さんとお母さん。お父さんとお母さんも何年経ってもラブラブみたいな。うん、最高いい、ね。めちゃくちゃいいね。なんかどうやってラブラブが伝わってくるんですか。うん、いやめっちゃ距離感だと思う。距離感とか。そうなんか休日でも。なんか家族で出かけるのもあるし、2人で出かけちゃう時もあるみたいな、2人の時間も大切みたいな感じ。確かに確かに。日本でそれありますか？自分のお父さんとお母さんイチャイチャしますか？ない。いいえ。ちょうどよっきゃって出てたので、そのよっきゃの人は何しそうですか？パーティー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 みたいな。ダンス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 、学校のプロムとか。めっちゃドレス着て、あ、パーティーじゃない、パーティーがめっちゃえ、アメリカ人陽キャしかいないイメージあるらしい。陰キャがいるイメージがない。あ、クラブ、クラブじゃない？クラブ、クラブじゃない？絶対クラブです。クラブのイメージ。クラブじゃない？クラブです。どんなことを してそうですか、クラブで。クラブでどんなこと？え、もうなんか、ウェーイ踊って、歌って、お酒飲んで。そういうイメージ。え、なんか踊ってそう。お酒持って踊ってそう。コーラ、シャカシャカして。ブシャーみたいな。ホームパーティーとかしてそうですね。うん、怖い怖い怖い。キュ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 。渋谷渋谷みたいな。ボボボンボンみたいな。渋谷でパーティーしそうな。そうそう。ちょっと怖い。陰キャは何するですか？え、ずっと勉強みたいな。そういう感じ。勉強勉強。図書館とかで、普通に。家でゲーム。あ、ゲーム。確かに。ゲーミングチェアに座って、そう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 、めっちゃ実況とかしてるイメージ。ゲーム。パソコンのキーボード、バーン。ちょっとなんか日本に似てるような気がする。うん、秋葉原にいそうな、うん。パソコン好きみたいな。うん、でも、ね、趣味が合いそうな。オタク。オタク、確かに確かに。気が合う。アメリカの学校はどのイメージですか？別にこう寝そべりながらでも授業受けて大丈夫みたいなのは聞いたことありますけど、なんか自分から学びに行く姿勢があれば何やってても、ヨギボー寝転がっとって OK みたいな、 OK みたいな学校もあるっていうのは聞いたことあるかな。じゃあアメリカの憧れの一つのは何ですか？ゴシック系の雑貨がめちゃくちゃあるところ。さすがね、このスタイルだと本場のゴシックがね、本場のゴシックが。海外のインテリアのそういう写真とか見ててもやっぱ面白いですもんね。日本ではどうしてもないような特殊なやつがいっぱいあるんで、雑貨が。あ、露出しても浮かない。ね、あと、あ、体型とかも気にしない。うん、日本よりは、うん、そう気にしない。容姿に厳しくないよね。本当に自由なところ、うん、個性がね。個性。個性的な人。個性が許してもらえるみたいな。カリフォルニアガールが日本であんまり見えないですね。そう、うん。海外ガールでなんかタンクトップみたいな。海外ガールになりたい。そう。お給料が高い。ああ、確かに。生活が豊かなイメージがあります。背が高い。なんかアメリカ人の人って背高いイメージ。ちゃんと思ったことを言ってくれるところ？日本人はやっぱり、あの、うちにする人タイプだから、そうじゃなくて、私はちゃんとはっきり言ってくれる人が好きなので、そういうところが素敵だなっていうイメージがあります。あ、アメリカのやばいところは？やばいところ？え、タイマー OK な感じ。普通に、あの、銃を持ち、言わないんですか？あの、自分たち福岡なんですよ。なので、あまり銃に抵抗がないんですよね。で、その辺がよく銃弾の音しますからね。頻繁に。え、ほんで？よく言ってますよね、うん、福岡は暴力団の数が一番多い県が福岡なんですよ。それにそこに住んでるんで、銃所持に抵抗がないみたいな。まああるよね、うんうんぐらい。そうなんですよね、多分他の県に比べると体勢がついてる、うん、あーあーやば、これこれあれね、これあれこれこれ、ガンが怖い。治安とか治安。銃。あんまり浮かばないけど、治安はやっぱ日本の方がいいかなとは思いますね。でも、その、まあさ、なんか同じことをいっぱい言ってるけど、やっぱり、ちゃんとお互いが思ってることをちゃんとはっきり言って、ちゃんとぶつかるから、それがいいところだけど、それがやっぱりこうヒートアップしてっちゃうと、手が出るじゃないですか。なんか私はそういうイメージがすごく多くて、だから、まあ、そこがいいところでもあり、まあちょっと
マイナスなイメージがあるところかなって思います。海外、まあ、アメリカのお父さんのイメージは？アメリカのお父さんのイメージ。大きい体。どっしり構えてる。アメリカのお母さんのイメージは？どっしり構えてる。体格がいい。あの、トムとジェリーのお母さんみたいな感じ。アメリカの男性は？あ、なんか恋愛にすごい積極的なイメージはあります。なんかすごいガツガツいっていっぱい女の子捕まえてみたいなイメージ。ね、お茶しないみたいな。そう、お茶しないみたいな。そう、ナンパ、ランチ行こう、ランチ行こうみたいな。でもその、そういうナンパもスマートにやるイメージですね、やっぱり。うん、紳士的なんだよ、きっと。基本的には、ね、そうそうそう、そんなイメージです。I think a lot of images that Japanese people get is generally from media, from movies and such. And let's be honest, I wasn't any different. Most of my images I have from America are from movies, from action movies most of all. And from maybe Alone at Home, you know, Home Alone, that one. Let us know what kind of stereotype you have of America if you're not from America. And if you are from America, maybe you have a stereotype you'd like to share in the comments. So whack that into the comments. And up here is our next video. Be sure to check that one out. And my socials are in the description box. Go check me out.